Welcome! 皆さん、こんにちは。ジュディ・ヨングです。今日はですね、豆腐干。この豆腐のギューって押して、硬くなったお豆腐を麺のようにした豆腐干麺って言うんですけれども、これを使ったちょっと冷たい美味しいビールに最高みたいなものを作ります。でもご飯も美味しいのよ。まずご紹介しましょう。豆腐干ね。豆腐干はだいたいこれね、茹でたらまた倍ぐらいになっちゃいますからね。これ一回茹でます。それからセロリで、ハムは今から千切りで、人参もシャシャシャで千にします。でパクチーは一番最後、少しだけ鶏ガラスープと塩とごま油、ラー油などを使うんですけれども、一番最初にやることはまず豆腐干、これを豆腐干麺を茹でます。もう一回茹でてあるのよ。だけどあったかい方が味が染みるので入れます。ちょっとの間火入れてたんだけど、すごい大きくなるからびっくりしないよね。もうね、膨張しちゃうの。で膨張したものを一回ザルにあげます。火取ってるからね、そんなにね。一回パーッと茹だったらもういいのよ。あ、来ましたね、来ましたね、来ましたね。いい感じですね。あー、来ました来ました。ほら、こんなにそれで白くなってくるのね。これをね、シャッとちょっと揚げましょう。柔らかくなってね、本当にね、美味しくなる。でね、私の買っているのは少しね、もう味がついているっていうか、鶏ガラスープで煮てあるので、これね、なんかのものの時に一緒に使ってもいいんだけど、とりあえず今日は豆腐干茹でました。これね、ちょっともう少し手が入るように熱いので、待っている間に次のものをやりましょう。はい、それではもうセロリはもう千切りしてあるので、人参を、いろいろな考え方があって人参をやるんですけど、本当はね、この皮が一番おいしいっていうか栄養があるんですね。だから私はね、昔は皮取ってたんですけど、皮取らない、皮を取らなくて、きれいに洗ってさえいれば、これをそのままシャシャシャの機械に乗せちゃいます。簡単なのよ。そしたらものすごいね、早くできるの。こうですね、こうですね、多すぎたかな。あ、いい人参だ、美味しい、いいですね。そしてセロリ入れます。でこの2つをお塩で揉んでおきます。そうすると柔らかくなるのね、しなっとするから、豆腐干と一緒に仲良しになることができます。人参の方が多いんですけど、どうしましょう。調子に乗ってシャッシャッシャッとか言ったら人参が増えちゃったけど、人参の好きな人は良かったですね。半分ぐらいでもいいと思います。同じ分量よ、同じ分量。本当はでもね、今日はね、人参がある方が美味しい。なぜかというと、豆腐干がほら白っぽいからね、ちょっと置いてるとね、もうちょっとしなりしてきます。その間にハム2枚ありますね。ハムもちょっと入れると少し味が豪華になるので、ハムも千切りしましょう。ハムを千切り、これもね、豆腐干と同じぐらいの大きさにすると絡まって美味しいのね。さあ、そろそろだいぶ冷えてきて、でもこのぐらい温かいと味が染みる。待ってくださいよ。パクチーも洗ってあります。パクチーはこんなにたくさんはいらないな。使うときにちょっこんとろくしよう。だいたい1センチぐらい、1センチから 1.5 センチぐらいに切ります。でこれは後で和えますので、これも取っておきましょう。
さて、それでは問題の豆腐干ですね。まあ、だいぶもうお水が切れてます。それでこれをこんなに長いからこれ食べられないじゃないですか、こんな長いの。これを切ります。今日は5人分だな、これ。ちょっとでは切ります。もうね、ザクザクでいいんですよ。ザク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 、このぐらい切ってるとほらもういい感じで食べられるでしょ。で豆腐干ここに入れましょう。それでは和えます。豆腐干で、ここにさっきちょっと塩で揉んどきました。ほらこんなにしなっとしてるのね。これの味どのぐらい美味しいかな。はい、これは洗わなくていいです。もうこの塩をこれに使うっていうことでいきましょう。そしてハム切りましたね。ハムを乗せて、そしてパクチーです。ちょっと一回やっとこうか。左手は仕方がないから一緒にね。おお、look at that! Look at that! 見てください、パクチー入れますよ。これ全部入れたらえらいことになっちゃうから、半分ぐらいね、半分ぐらいと言っても芯の方も欲しい。一応これでやりましょう。いつでも足せるけど、後でになったらどうにもならない。全部入れたら後で大変なので、このぐらいにしておきますよ。見て綺麗ね、この色ね。ではここでごま油、お塩少々で、お汁が出てるから大丈夫です。入れて鶏ガラ、そしてここにラー油、辛いのが好きな方はね、多めでいいですよ。私はね、中東しか使えない。あんまり辛いと死んじゃうの。おお、look at that! 見て見て、美味しそうね。香りもすごい美味しそう。どうしましょう。それで、これで初めてちょっと味見をします。もう後での試食の時間なし。美味しい。 OK です。あとはもうちょっとなじませないと、そうするとね、味がね、もっと上手に染み渡る。出来上がりです。出来上がりましたけれども、これは冷やした方が美味しいので、盛り付けの前に、ちょっとかけて、ラップをかけて、で冷蔵庫で30分ほど冷やしましょう。はい、さあ冷蔵庫で30分を、冷やしました。盛り付けしましょう。わー、夏なんかいいね。これから夏ね、本当にこれでもって食事が進むって感じです。今日はね、ガラスの容器に真ん中にちょっと高くしながら入れました。おお、盛り上がった。2つ3つ。おお。これ以上盛るとなんか倒れそうなので、このぐらいにしておきましょう。出来上がりです。豆腐干の和え物です。夏に最高だと思います。では、いただきます。豆腐乾麺の和え物です。夏にどうぞっていう感じですね、本当に。ではいただきまする。いや、みんなまた来ちゃったわ。どうしましょう。いやいやいや、来ないで。これこれ、もらえないからどっかに当たりに行ってしまいました。おいしい。なってもお家でなさってくださいませ。豆腐乾麺、あの、あったかい間に混ぜるとやっぱりこの味が飛ぶので、それは必ずしてくださいね。
で皆さんこの豆腐乾麺ってどこで買うのっていう、この頃ねスーパーでも冷凍で売っています。で冷凍ですが解凍してからざっと茹でるというステップを忘れないでっていうことと、冷凍の状態はこれと全然イメージ違います。もうぺったんこになっててなんか飴っぽい感じの色になってますね。だからあれ同じなのって思ってしまうかもしれませんので、スーパーなりなんなりの方にお伺いして、あ、これですっていうところまで連れてっていただいた方がいいかもしれないです。というわけで今日は豆腐乾麺の和え物をお届けしました。これね放っておくとねパクチーがね変な色になっちゃうから、冷えたところにパクチー入れた方がいいかもしれないですね、あんまりにも長く放置するんだったら、うん、と思いますけれども、今日はこれで非常にうまくいってると思います。自分で自分褒めちゃった。皆様作ってください、また何かご意見くださいね。登録もお待ちしております。では今日はここら辺で、チャオ。ふてちゃん。